ブロック。バチバチ。どうもひょっこりちるです。さあ今日私はどこにやってきたでしょうか。まあもう見えてますよね。本日はもっともっと熊もっとにやってきました。なぜ私が今日熊本にやってきたか、その前に GI 産品で120産品くらい登録されているんですけど、その中で牛、牛って何産品くらい登録されていると皆さん思うでしょうか。シンキングタイムスタート。そう、正解は10産品です。ちなみに、はい、シンさん、あの牛、はい、銘柄まで言いますか。当たり前じゃないですか。田島牛、神戸ビーフ、特産松阪牛、米沢牛、前沢牛、宮崎牛、近江牛、鹿児島黒牛、熊本赤牛、日和牛、この10産品です。もちろん当たり前じゃないですか、はい、GI 応援団長ですから。なるほど。その中でも、まあ、今回お邪魔する熊本赤牛はですね、その10産品の中で唯一の赤毛和種なんですね。どうしても牛って黒かったり白黒をイメージなさる方って多いかもしれないんですけど、赤毛ってどんな色をしているんだろうって非常に興味が湧きませんか。あれ皆さん今赤毛でこっちの方想像しちゃったんじゃないですか。いや、その大ヒット上映中じゃないんですか。まあ、私も3回見に行きましたけど、今回は左手が添えるだけじゃ収まりませんよ。バンバン使っていきますからね。その中で熊本赤牛の、その産地はですね、持続可能な観光地としても大変注目を集めています。これぜひ要チェックやで。というわけで早速時間も迫ってるんで参りたいと思います。それでは GI 産品まで。それ何やってんの。あ、これ牛歩です。赤牛生産者さんの井正信さんにお越しいただきました。本日は撮影協力ありがとうございます。よろしくお願いします。実際に赤牛を今見させていただいたんですけれども、この赤牛の特徴っていうのは何があるんでしょうか。そうですね。まあ、おとなしいし、大きくなりやすいというか、よく食べるので、はい。まあ、おとなしいというのが一番飼いやすいっていうのが、ね、あるんですかね。何かこう、こだわりとか、匠の技っていうのはあったりするものでしょうか。一般的な飼育と全然飼い方が違うので、はい。牧草、一番草って言って、春先に刈り取った一番栄養価の高い草をやってます。で、ここの牛は赤身を重視した、はい、牛で、うん、脂、脂肪、サシが入りにくい赤身の肉っていうことで、今育ててます。春、夏、秋は放牧をされているっていう。この子たちの親が放牧されてて、はい、で、お産して、子牛、親子放牧っていうのは、はい、まあ、2、3ヶ月。群れをなんか呼んだりするときの掛け声とかってあったりするんですか、うん、それはもう皆さんでいろいろ違います。あ、いさは、例えば、まあ、クラクションで。あ、クラクションなんだ。あ、車のクラクション。しゅんさん、じゃあなんかちょっとツップで、ちょっと呼んでみてください。あれもうちょっと。あれ結構食いつきがいいですね。俺ももっと GI を広めていけるように頑張るからな。応援よろしくな。すごい霧です。前の車がやっと見えるぐらいです。サブちょっとだから。はい、大丈夫です。到着しました。見てください、この景色。雄大なところで牛さんたちは育って、すくすく育っていくんですね。牧野組合の組合長さんにお越しいただきました。すみません、本日はよろしくお願いします。この草原なんですけど、まあ、牛を放牧して育てていらっしゃると思うんですけど、その牛たちがいなくなってしまうと、この草原っていうのはどうなってしまうんでしょうか。これはもう荒れてですね、はい、もう下の方で通りもない。あ、じゃあ牛さんたちがこうその
そう、草を食べてくれることによって、そうそうそう、もう新しい、あの、実が出て、はい。ですね。飲んで、もう順次に変えていくわけ。それで循環していって、こう、草も育ち、そうそう、牛さんたちも育っていくっていうことなんですね。いやー、本当にいい景色ですね。今日は一番終わり時期。5月の天気。はい。あのゴールデンウィーク。はい。あの時なんかもう、ここにいいんじゃないですか。なるほど。ぜひ皆さん、その時、あの、ぜひ、ここにお越しください。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。